キリト、どうかした？いや、こんな大きな町が暗黒界にあるのがちょっと嬉しくてさ。へえ、本当かな？なんだよ、本当だって。僕にはこの交易街の賑やかさに何か美味しいものがないかって今すぐ町中を探しに行きたそうに見えたけれど。いやいや、いくらなんでも、まあ期待していなかったといえば嘘になるがやっぱりね。でもまだまだ目的地までは遠いよ。そうだな、ここまで来たからには残りも頑張りたいぜ。そうだね、オブシリア城へ向けてこれからもさらに頑張っていこう。ああ、ユージオもますます大変になるだろうがよろしく頼む。うん、任せて。それで美味しそうな店は探しに行かないの？それはもちろん、後で二人で探しに行ってみようぜ。もちろん、喜んで。キリト、どうしましたか？いや、何、この交易街の人の多さにちょっと圧倒されてさ。確かに暗黒界の人族だけでなく様々な種族が同居していて少々戸惑いますね。そうだな、カイナンからもらった名瀑の香水があるけれどジロジロと見られている気がしてどうにも落ち着かない。この香水は便利ではありますが我々が部外者であることには変わりありません。あまりいらぬ誤解を生まぬようお前ももう少し堂々とした方が良いのでは。まあそれもそうか、もし不審者に思われたら和平交渉どころじゃないものな。その通りです。ここまで来られて先発隊としての役目は十分に果たせましたが、まだこの先は長いのですから。ああ、アリスがいるとやっぱり心強いな。これからもよろしく頼むぜ。はい。キリト、久しぶりだな。リーナ先輩、ここに来てたんですね。ああ、人海守護軍補給部隊としてな。驚かせてしまったか？そりゃ当然です。あ、でも先輩と暗黒界で会えるなんてとても嬉しいですよ。そうかそうか、中堅士時代の先輩と再会してこれほど嬉しがってくれるとは。照れるじゃないか。はい、とっても心強いって思っています。それはキリトも照れていいのだぞ。え、よく聞き取れなかったのですが。気にするな。それよりまたこのように一緒になるとは。私たちはつくづく一緒にいる運命なのかもしれないぞ。そうかもしれませんね。遠慮などせずに困ったことがあれば相談に来てほしい。今回の任務は骨が折れそうだと聞いている。はい、また先輩にご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願いします。あ、いつでも待っている。
ロニー、こっちに来ていたのか。はい、人海守護軍補給部隊に加えてもらいました。そうだったのか、ご苦労さん。よかった、こっちの世界でもキリト先輩に会えて。実はティーゼも一緒に来ているんですよ。ティーゼも来ているのか。二人とこうしてまた一緒になれるなんてすごく嬉しいよ。私もキリト先輩にも会えるかなって思ってました。ロニーもティーゼも和平交渉がうまくいくよう協力してくれたらすごく助かるよ。よろしく頼むな。キリト先輩。ティーゼ、久しぶりだな。はい、人海守護軍補給部隊としてお手伝いさせていただいています。そうだったんだな、ご苦労さん。はい、こっちの世界ならユージオ先輩やキリト先輩に会えるかなって思って。そういえばユージオとはもう会えたのか。うん、ああ、それはまだ。ユージオ先輩どこにいらっしゃるんでしょうか。一緒に交易街に来たからな。もう近くにいるはずだ。ティーゼが来ていると知ればあいつも喜ぶと思うぜ。そんな大げさですよ。それとロニエもキリト先輩に会いたいって言っていました。さっき会ったよ。ロニエも元気そうだった。ティーゼもロニエも和平交渉がうまくいくよう協力してくれたらよろしく頼むな。はい、私も頑張ります。メディナ、こっちに来ていたんだな。なんだお前か、キリト。ああ、補給部隊にいるのか。ああ、私はまだ正式な人海守護軍ではなく、武功を上げるにはまたとない機会だったからな。人海守護軍補給部隊とはいえ、ただの一兵士で終わるつもりなど毛頭ない。やる気満々って感じだな。いいじゃないか。どうしたんだメディナ、黙ってこっちを見て。私は記憶がまだ曖昧なところがある。任務に支障が出るほどではない。まあそうだよな。メディナは復活したとはいえ、俺やユージオたちと一緒に過ごした記憶がないんだった。だがお前とは人海で共に行動していたと聞いている。ああ頼りにしてるぜメディナ。慣れ慣れしいやつだな。やっぱりムカつく。やっぱり変わらないなメディナは。お前もこっちに来てたのか。うん、補給部隊って人たちと一緒にこっちへ来たんだ。よかった、やっとキリト兄ちゃんに会えたぜ。そっか、お前がこっちに来てくれて俺も嬉しいよ。本当か。また何か悪いやつがいたら俺がぶっ飛ばしてやるぜ。ああ、ログ、その気持ちは嬉しいんだが、今回はあまりそうなることは少ないかもしれないな。え、そうなのか。
俺たちがオブシティア城を目指すのは和平交渉のためだからさ、必ず戦いになるとは限らない。和平交渉？なんだそれ、強いのか？まあそうだな、確かに下手な魔獣よりも手強いかもしれないぞ。本当かよ、そりゃ厄介だな。いやいや、俺はキリト兄ちゃんたちの助けになるってこっちに来たんだ。何か困ったことがあれば力になるよ。ありがとうロゲ、お前の力はきっと役に立つ時が来る。その時は必ず声をかけるよ。分かった、任せてくれ。